喋り言われる。これ喋り出すんですかね。あ、よろしいでしょ。あ、言うてた。別に。はい、こんにちは。今日はですね、株式会社大善、代表取締役中村社長と、同じく中村取締役からお話を聞きたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、この株式会社大善、社長にまずこの会社をお作りになるきっかけといいますか、そういうお話を聞いてみたいと思います。社長お願いします。私は機械工学部出て、ある自動車機能部品の大手製造会社に入社しました。それで、そこで10年以上、主に生産技術関係の業務をしてきたんですけど、その時代と申しましょうか、大変に、自動化されてないし、安全面は悪いしっていう、そういった時代の生産並び生産設備、そういったことをして見てきまして、いかにしてこれを合理的にするか安全にするかっていうことを、ずっと眺めてきましたですね。まあ、それで そのうちにどうにかしてそういったものを改善していけないだろうか、そういったもので役に立ちたいなという考えでもって、社長に了解を求めて専門的なパートフィーダーに取り込んでいった次第です。それで会社を起こされたということですね。まあ、いわゆるその社長自身がですね、お勤めになられてた折に、その生産性の悪さといいますか、まあ、そういうラインの不便さ、まあ、工員さんのまた、手際をもっと上げたいがために、良い商品を作るっていう部分もあると思うんですけども、先ほどおっしゃったそのパーツフィーダーっていう部品が一個一個こう供給されてくるというのをオートメーション化しようと、まあ、いわゆる全てがその工場の生産性アップとかいうか、まあもともと困りごと、工場でお困りになられてたことをなんとか改善できへんかっていう思いでお作りになれたっていうことなんですかね。そうですね。全てそういったことになってきますね。それでパーツフィーダーっていうものが、もともとアメリカで、開発されたものと聞いてますけど、そういったものがまだ我々の中でも使っておられなかったし、一般化もまだしてなかった時代ですから、それでちょっといろんな書物とか、そういったものでパーツフィーダーのもう日本にも入ってきておりましたので、そういったものを知り、そういったものの特徴っていうのをよく勉強させてもらった次第ですね。それでいかにして日本の産業の合理化っていうんですか、そういったものを手伝っていけたらいいなと、そういった気持ちでやってきましたですね。まあ、言うと、まあ、いわゆる日本の生産ラインのオートメーション化の本当に
草分けか、まあ、そういう草分けの時からやってこられたということになるわけですね。そうですね。それからそういうお客様のお困りごとっていう部分を常にどうにかしようっていう思いが今まだこの中村取締役にも引き継がれて、現状でもそれをそういうコアな部分も一部の狂いもなくずっとやってこられたということなんですね。そうですね、まあ、確かにいかにして自動化していったら、はい、また、きちんとした設備を作っていったら、そういった工場が、はい、生産性上がっていくかっていう、うんうん、そういったものに、なりますね。なるほど。まあそういう、機械、工場の生産ラインの困りごとを助けていくという中の一つに、ちょっと先ほどお伺いしましたバネバラ式っていうのがあると聞いたんですけども、はい、これ取締役ちょっとご説明いただけます？あ、そうですね、はい、まあ、もともとバネバラ式っていうのは、手作業で、はい、作業員の方が部品を組み立てる際に必要と感じて、開発した商品なんですけど、はいはい、まあ、要はその時の困ってはったわけですね。そうですね、作業者さんの方からどうにかならんかなっていうお話をいただいてまして、まあ、バネっていうのはもともと納品される時点ではこういうふうに絡んでいるものがほとんどなんですよね。なるほど、はいはいはい、で、まあ、それを一つずつ部品に入れ込んで組み立てていくっていう作業を行うんですけども、その際にバネを一つずつ分けるっていうのもね、これを一個ずつやるっていうのは大変なので、はい、それをどうにかできないかなっていうことで、はい、じゃあその先の、パーツフィーダーで、はい、そのバネがきれいに一個一個分かれて順序出てくるという形、はい、そうですね、はい、まあ、この場合はそうなるわけですね。そうですね、自動化する場合は本当にバネを一つずつ機械に挿入していくところまで自動化してますので、なるほどなるほど、はい、あとそれとか先ほどちょっと聞きました、これもプレス機なんかで、ね、はい、そういう、まあ、いわゆる部品をプレスのところに、はい、っていうのも、はい、その辺の供給なんかもこう自動でやれる。あ、そうですね、やはり作業者さんがプレス機の前に立って、うん、置いて、うん、スタートさせて、うん、っていう作業をやっぱり危険だからということで、はい、あ、それがもう自動化になる、そこまで自動化して、はい、なるほどね。まあ先ほど社長にお伺いしました、まあ、最初の頃の創造機っていうのはもういかに、はい、どういうんですかね、効率よく、はいはい、作業ラインを流すかっていうところへんのスタートではあったかと思うんですけども、はい、もう今現在でしたら、今取締役がおっしゃったように、もう作業される方の安全性とか、はい、そうですね、まあ、ある意味、うん、健康面のこととかいうことにまでこう配慮がなされるような自動化っていうことになってくるんですかね。はい、やはり便利に楽にっていうところをプラス安全面に気をつけてっていうその3点です ね、 なるほどね、はい、まあ、結局便利に楽に作業できるということは、はい、その製品のどういうんですかね、完成度っていうんですかね、ペケ品が出ないというか、うん、まあ、いわゆるそういう効率的にいいものができるということになってきますよね、うん、はい、ちょっと以前に私テレビで見たんですけど、うん、アメリカの自動車産業なんかが常もう 今まで外国へ流れてたやつが原点会議ということで、うん、アメリカ本土でまた工場を復活しようっていうのができてきてるんですけども、うん、それの理由の一つに、まあ、いわゆる製品 の、 精度を高める、まあ、外国で出してたそのロスが出てた、自社で自分ところで現場でやればその精度が上がれる、そういうことによってコストが、そう外国に出す場合と変わらなくなってくるということがありますので、大前さんのこういう製品を使うことによって製品の精度を上げていくことによったら、日本の、製造業もまたまたそういう外国から原点回帰で戻ってくるという、うん、一助になるという可能性もありますよね。あると思いますね、うん、今どんどん国内から海外の方に生産が出ていますけども、うん、はい、
やはり我々も含めて中小企業、うん、零細含めて、うん、もっと頑張ってね日本の産業を立て直すといいますか、うんうん、そうですね、はい、支えていきたいと思ってますね、うん、本当に我々中小零細企業、今まででしたら高度成長期の時代でしたら、例えばこの部品、単純にこの部品だけ作っとったらええんや、はい、ということで、まあ、いわゆる理念も何もなしで動いとりゃ、うん、売り上げも上がりっていう時代はありましたけど、うん、はい、今は例えば大前さんのようにお客様の困りごとを解消するっていう大きな命題を常に持って商品開発をしたり、うん、営業展開をされたりというところが、はいはい、まあ、生き残っていくわけで、うん、今の続いてもどっかにあるわけですよね、うん、お困りごとみたいな、そうですね、ね、はい、ですんで今現在、中小零細でもまあ製造業でお仕事がなくなってきてしんどいんや言ってはる中でも、うん、はい、どこかちょっとそういうスタンスで見てもらおうたら、うんうん、何か活路を見出せるという部分はあるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか、ね、そうですね、あると思います、うんうん、見えにくい部分ではあるとは思うんですけども、うんうん、どこかしらにそういうことっていうのは隠されていると思うので、うん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 、どんどん拾い上げて問題を拾い上げて解決していけば、うんうん、活路は見出せると思いますね。そうですね、はい、まあまあ、まだまだ我々大阪の中小企業が頑張って、はい、世の中全体を活性化したいと思ってますんで、そうですね、はい、まあ、今後ともますますのご発展期待しております。 ありがとうございます。社長ありがとうございました。ありがとうございます。